タビー EHK。 はーい、タビーです。というわけで今回は、育毛シャンプー、やめたいと言ったら安くなりましたという件をお話ししていきます。まず定期的にですね、こういう風に箱に入って、届くんですが、箱にこうやって梱包されてるんですね。そして開けるとこんな感じでシャンプーアップって書いてあります。これが1本で、本当は定価5000円以上かなするんですよね。後ほど今の頭皮の、映像も言おうと思いますんで、興味ある方、よかったらご覧ください。それでは、早速ですが、いくらになったのか、見ていきましょう。はい。この上が、この定期便って書いてありますが、去年の10月ぐらいからだったな。使い始めまして、定期便だと、まずその定価5000円から安くなって、単価2981円となってます。そして送料はかからなくて0円。で、トータルで3280円ですね。これが毎回定期便で届く値段でした。そして先日、ちょっと電話してやめたいと言ったら、なんと、安くしますので、続けてください。続けてもらえませんかと言われまして、それがこちらですね、下の、なんと、限定価格となってます。これも1本定期便ということで、ただ、単価がですね、1781円、1200円も安くなってるんですよね。まあ、そこだけ見るとすごい安いなと思うんですが、これはちょっと送料が下はかかってるので700円。なので、500円安いってことなんですかね。ただ、あとは、消費税が違うので、トータルで2660円。差は、620円ですかね。それでも、やめたいと言ったら、それだけ安くなりました。これはどういうことなんですかね。もともと5000円のものが、3280円。そしてさらに2660円ですよ。はい。それでは今の頭頂部でーす。いやー、どんな感じでしょうか。去年の10月から育毛シャンプーを使い続けた結果、こんな感じでーす。いやー、顔出しないのに頭頂部を見せてしまうなんて。この頭頂部を見かけた方は、ぜひ声をかけてくださいねー。はい。私はですね、数年前から、自分で鏡を見て、ちょっと頭頂部が、気になるなっていうことになりまして、まあ自然に任せようということで、まあこればっかりは遺伝なのでしょうがないかなと思って、まあこのまま行こうかなと思ってたんですが、まあちょっとネットで調べて、まあこういうのを見つけたんで、まあ、試してみようと思って始めました。もう使い始めて1年近くなりますが、まあさっき見ていただいたように、効果はどうなのかなという感じですね。そして、電話をして、やめたいということを伝えましたが、結局まあ安くなったのでまた取ることにしました。そのオペレーターの方の話では、使い始めて半年以上、それから1年以上経ってから効果が現れたっていう方がいらっしゃるっていう話でしたね。いやー、まあ本当か嘘か、まあ個人差があると思うんで、まあどうなんでしょうかね。まあ信じて使い続けてみるしかないですかね。一緒に入ってたチラシに、なんかルー大島さんがチャンプアップアンバサダーにっていうチラシが入ってましたね。いやー、チャンプアップをトギャザーしようぜ。いや、懐かしいっすね、このギャグ。こんな感じで、
なんかインタビューされてますね。おすすめのポイント。若いうちからってケアできてる人はいいで、素敵だと思います。だって。使い心地。頭皮のベタつきが、カムオフ。継続はパワーなり。いつまでもワンダフルな自由で自分でいるために、シャンプアップでエブリデイケアして、皆さんも人生エンジョイしてください。こうなってます。そしてですね、チャンプアップっていうのは、シャンプー方法、まあ独自のやり方がありまして、塗りシャンっていうんですね。塗りシャンとは、泡を立てずに3プッシュ分のシャンプー原液を髪全体に塗り込む。そのまま1分間パックして、頭皮をその後マッサージしながら洗う。基本はこの3ステップとなっています。こういう独自のやり方があるんですね。そして裏がこういう実践の絵も書いてありますが、こんな感じで1分間置くのがポイントだそうです。そして頭皮をマッサージして洗うと。最低3プッシュだそうですね。本当はこの1本で、1ヶ月分だそうなんですが、私はなんでか2ヶ月持つんですよね、この1本で。なんで毎月、最初は毎月取ったんですが、どんどん、余ってしまうので、今は2ヶ月に1遍にしてますね。なんででしょうか。いやー、こんな感じで、今日の動画は、育毛シャンプー、やめたいと言ったら安くなりましたっていう動画でした。これからももうちょっと使ってみようと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。タビでした。ちゃんちゃかんちゃん。タビ、タビ、タビチャンネル見てくれてありがとう。じゃーん。